オリコンスタイルをご覧の皆様こんにちは、杉村太蔵です。私は大学中退して、まあ、清掃員やフロアの掃除やコピー機の、ね、紙詰まりの直しとか、うん、蛍光灯の交換とか、うん、ボールペンの発注とか、うん、そんなのが社会人1年の目の仕事でしたよ、うん、その時も本当に一生懸命やりました、もちろん証券会社の時も一生懸命やりましたし、言うまでもなく議員の時もね、一生懸命やりました。さらに言えばね、今バラエティ番組に出させていただきました。これもう本当に一生懸命やってます。今その時いただいたこの仕事をね、とにかく全力でね、やれるだけやりって、掃除やってるんだけど、誰よりもピカピカにしてやろうと思いましたから、今この仕事、与えられた仕事を一生懸命やらない人にはね、逆に言えばなかなかね、次のステップは来ないのかな。裏を返せば、一生懸命掃除やってる人間には、あ、こいつこんなこと一生懸命やってんだったら、ちょっとこういうこともやらしてみたら、これも一生懸命やるんじゃないかな。これがね、私の人生の恩人でありますね、カナダ人のグレン・ウッド、半端じゃなかったって言うんですよ、磨き方が。で、君は必ず出世するって言われて、そうですよね。まさか私の人生でこんなバラエティ番組なんか出るなんて夢にも思わなかった。何の興味もなかった、ところが、そういうお仕事をいただく、これね、変わってきましたよ。明石家さんまさんに言われた言葉があるんですよ、政治家とね、タレントどっちがいいって言うから、迷わず政治家ですよと言ったの僕は。そしたらね、政治家っていうのは分かりやすく言えば、ここに道路を作り、橋を作り、空港も作り、図書館も作れる、これはやっぱり面白い仕事ですよと、って言ったらね、そうかと、でも俺たちは笑顔を作れるからって言われたんですよ。いやね、笑顔っていうのはね、時として道路や橋よりもね、人の命につながることがありますね。それは社会的意義っていうかね、もう本当バラエティ番組はね、重要なインフラだと思いますよ、もう今のこの国によっておいては。制作陣もやっぱり超一流ですしね。いや、すごいですよね、あの番組。爆笑問題さんがすごいんですよ。サンデージャポンの放送中はね、まず自分の意見言わないんですよ、あの二人。言いたいこと山ほどあるはずなんですよ、でもあそこで爆笑問題さんの太田さんや田中さんが意見を言っちゃうと番組の答えになっちゃうんですよ、我々コメンテーターが喋りづらくなる、誰もそこに反論できなくなっちゃうけど、やっぱり本当に優秀なリーダーっていうのは、みんなの意見をとことん出させますよね。でそれがね、別にそうでもなかったんですよ、一番怖いのはね、結論言うとね、検察と国税庁ですよ、ここですよ。世の中なんだかんだ言って怖いですよね、一番そこが危ない。だから私なんてもうジャガー買いましたけどね。ジャガー260キロぐらい出るんですよ。100キロ以上出したことないからね。当たり前ですけど。当たり前ですよ。偉そうに言うことじゃないんですよ。当然の話なんですけど、もう法令遵守。本当ですよね。だからね、こういう本出すとね、税務署が睨むんじゃないかって言うんですよ。はいはいはい。何の心配もない。なぜか。確定申告の時私ね、税務署に行って税務署の職員と一緒にやってるんですよ。麻布税務署様と。もう絶対に大丈夫な状況で、やってくださいと。ニートっていうのは2つあるんですよ、治療が必要なニートもいますよ、やっぱりせっかく会社入ってもね、パワハラだセクハラだ受けて、人と会うのがもう怖くなっちゃったと、そうじゃない、もう体は元気で働かないで朝から晩までゲームやってるようなやつ、
おお、なんでじゃあそれができるかって、働かなくても寝るベッドがあって電気がつき食べ物があるからでしょ、まあ、誰があれだ、親があれに決まってるじゃない、だから兵糧攻めすればいいんだよ。こんなものは働かないんだったら。僕もね、大学中退して旭川帰って歯医者手伝ってた時に親にバカ野郎と、働けと、働かないなら死ねって言われましたけど、いや、あの言葉のおかげですよ、今あるのは。いまだにそう思います。この度ですね、小学館編集部の皆様に多大なる力をいただきながらですね、私初めて本を書きまして、私はね、大学を中退してるんです。最終学歴は高卒です。持っている資格は自動車免許ぐらいしかありません。ただ一点ね、与えられた仕事をとにかく頑張るという力だけは与えられましたね。このことがね、今の私に伝わる。何よりもね、メンタルが強い。この強いメンタルはどっから生まれてきたのか。バカでもした1億円、ぜひよろしくお願いします。